第3代ノーサンプトン伯爵の肖像が1644年1645年頃。第3代ノーサンプトン伯爵ジェームズ・コンプトンは新京都革命から王政復古期のイングランド貴族、軍人、政治家。1630年から1643年までコンプトン教の儀礼称号を使用した。 第2代のオーサンプトン伯爵スペンサー・コンプトンとメアリー・ボーモントの長男として1622年8月19日に生まれたイートン・カレッジで教育を受けた後1637年1月21日にケンブリッジ大学クイーンズ・カレッジへの入学許可を獲得 MA の学位を習得した1642年オックスフォード大学より DCL の学位を授与された 1640年に、ウォリック社選挙区で、庶民委員議員に当選したが、1643年3月19日に、父が、ホップトンヒースの戦いで戦死すると、爵位を継承した。以降も、王党派として第一次イングランド内戦を戦い、同年9月20日の第一次、ニューベリーの戦いに参戦、1659年には一次ロンドン島に、投獄された。 イングランド王政復古にあたって、1660年5月29日に、チャールズ2世がロンドンに入場するときに同伴し、同年に、ウォリックシャー党官に任命された。また、1675年から1679年まで、ロンドン党管理長官を1677年に、下級商務卿を1673年から1679年まで、 数密顧問官を務めた。1663年5月20日に、王立協会フェローに選出され、同協会最初期のフェローの一人だった。1681年12月15日にキャッスル、アッシュビーで死去、息子ジョージが借位を継承した。1647年7月5日、イサベラ・サックビルと結婚、一条を設けた。その後、 第三代カンプデン子者クバプティスト、ノエルの一人娘メアリーと再婚、三男二女を設けた。ありがとうございます。